やっぱり好きだなシグマさん。Are you listening? はいどうも、ひまわりまさでございます。さあ今日もですね、カメラのお話をしていこうと思います。さあ来たる12月1日にシグマさんから新製品の発表があるという告知が出ております。リークされた情報がいっぱい出ております。で今日はその新製品3本新しいレンズが出るそうで、その中の1本についてお話ししていこうと思います。 Are you listening? じゃあね、まずその3本のねレンズをお話ししていこうと思います。まず1本目がシグマ 24mmF3.5DGDN1、 35mmF2DGDN1、 65mmF2DGDN1、 どれもコンテンポラリーシリーズのレンズになっております。1なのか I なのか分かりませんけども、このシリーズは今出る 45mm の F2.8 の DGDN と同じシリーズになるそうです。ここまで聞いただけではスペックだけ見ますと、そんなに目新しいスペックじゃないじゃないですか。だって F 値もね F3.5、 F2、 今だとね F1.4 のね大口径の単焦点レンズ、これが主流になってきてる感じじゃないですか。その中でこのちょっと F 値の高い、どれも DG なのでフルサイズ用、そして DN でミラーレス用で、昨年出た 45mm と同じラインナップということは、コンパクトでリーズナブルなシリーズになっていると思うんですよ。でそちらの画像がこちらです。はい、いやーなかなかかっこいいですね。はい、その中の今日はこの 65mm、 こちらに焦点を当ててお話ししていこうと思います。 Are you listening? はい、でこちらの 65mmF2、こちらですね、レンズ構成が9分の12枚、そう、最短撮影距離が 55cm で、最大撮影倍率が1:6.81、 フィルター径が 62mm で、レンズの、72mm で高さが 74.7mm、 そして重さが 405g、 値段がだいたい7万円で発売されているね。で高さが 74.7mm っていうことは、ほぼほぼシグマの 30mmF1.4DGDN、 こちらが 73.3mm なんで、これとほぼ同じ高さで、重さがシグマの 16mm の F1.4DGDN、 405g なんで、これと同じ重さになっているっていうですね、かなりコンパクトでですね、いい、かっこいいんですよね。そしてこの 65mm と聞いて、あのレンズを思い浮かべた方いるんじゃないですか。なかなかこの 60mm 台の単焦点ってないじゃないですか。だけどありますよね、一本ね。これですよ、これ。はい、いや懐かしくないですか。はい、こちらシグマの 60mm の F2.8 の DN、 こちら2013年に発売されたシグマのミラーレス用のレンズの先駆けとなったですね。こちらディスバイアップとして当初1万4000円ぐらいで買えたですね、めちゃくちゃコストパフォーマンスの高いレンズ、こちらを連想された方、あなたは本当の E マウントユーザーでございます。今はね、あのフルサイズが主流になっておりますけども、当初はこの APS-C のミラーレスっていうのがソニーのミラーレスだったんですよね。はい、でまあまあ、もちろんこちらと比べるのはもうこれ7年前のレンズですからね。
で APS 用なんで APS-C 用なんでコンセプトが違うんだけども、まあなんかこれイメージしますよね、連想しますよね。ということでイメージしてしまったら、連想してしまったら、ね、こちらを持ち出して撮影がしたいっていうのが勝負でございます。ということでまあまあまあそんな感じで、いやシグマさんねすごくねやっぱいいラインナップ出しますよね。これね僕のですね、抱えてるカメラコンセプト、ラフでコンパクトでリーズナブル、こちらにぴったりのねレンズ群なんで、これね予算があれば僕も買いたいななんて思っております。ということで、ね、それでは行ってみましょう。